何万だ何万だ実方未尽世界の念仏の主情を見備わし摂取してせざれば阿弥陀と名付け奉ると何万だろうえー、皆様こんにちは、えー、私は広島から昨日やってまいりましてね、えー、今日も帰りますけどもあの、えー、この度はコロナ禍という中でという恒大で。 しばらくお話しさせていただきたいと思いますがもうコロナに皆さん慣れたんじゃないですかあの私の周りはほとんどコロナになりましたねであんまり驚かなくなりましたねでほとんどなっちゃったねただ私はねコロナになってないんですよで一回静岡でお仕事数人飲んで翌日電話があって「大丈夫ですか?」い電話で。 他のものは皆コロナになっても私だけならんかったんですよ。で私ワクチンも打ってないんですよ。で教えるはきっとコロナにもプライドがあるんじゃないかという話をしてましたね。この人だけね移りたくないんがあったのかもわかりませんね。で、えー、実はね私たちの先祖も何度もねこういう体験してるんですよ。100年前にはスペイン風邪が入りました。でこれはねスペインの風邪じゃないんですね。第一次大戦中で スペインだけが中立国で正直に発表したから名前が付けられたんですね。で、えー、5,000万とか1億とか諸説ありますね。だから本当の情報が分かんないんです戦争中で。ただ日本はね5,700万かな人口が今の半分ですそのうち、えー、2,300万が感染して 2, 日間あ2年間で40万人亡くなったんですね。 今はコロナで亡くなった方は7万ぐらいだからそれと比べたらすごい数ですねで明治はねあの頃はコレラって言わなかったんですねコロリって言ってたんですね3日コロリって感染したらコロリと言うから非常に残酷な名前ですけどもそれで、えー、いっぱい亡くなった特に明治11年12年かな2年間で18万人亡くなったって言いますね でその当時うちの住職はねうちの寺のね私のひいおじいさんだったんですよでひいおじいさんが何て言ったか言ったら「急いで寺へ参れ!」って言って歩いたんですね行き先を聞いてるかいうことで,でいっぱい参ってきたらしいんですよ日頃寺に参詣しないもんも参ってきたいう説が残ってますけども一方ひ孫の私はね何度か法座を中止しましたねコロナで雰囲気的に。 まあ私のひいおじいさんが聞いたら泣くだろうな思いながらもやっぱり雰囲気的にやめざるを得なかったとこありますねで問題はね親鸞様の時代ですこの度は本校ですから親鸞様の時代はどうであったかと思うんですねで昨年ね、えーあの「鎌倉殿の13人」ってありましたね皆さん見られましたあれ私ずっと見たんです何で書いたら ちょうど様の時代なんですあれがあのドラマを見ながら今商人はどうしておられるかといつも思いながら見ましたねで始める頃比企の乱ってありましたね比企一族があれが権人かのとの取りの出来なんですよ1201年で親鸞様が法然様に会われた年なんですねあ,あ今今会われたんだなとかねで今は越後かなとかでもドラマの終わり頃はもう関東に出ていらっしゃいましたから もし私が三谷幸喜さんと親しかったらきっとお願いしたでしょうねちょろっとでもいいからあのドラマに親鸞様を出してくださいってね <laughs> あの運慶は出てましたからねでね親鸞様は1173年に生まれですねでこの時は現時のあ平家の絶頂期ですね「平家にあらずんば人にあらず」という。 でね実は親鸞様はね自分のことは一切語っておられません兄弟が何人いたとか親がどうだったとかね比叡山で明日とか越後はこうだった一切ないんですこれ意味があるんですけどね、えー、ただねお母様が亀甲におい方で源氏の方なんですねこれも諸説あるんですよ八幡太郎義家の孫の説もあればあるいはね「為、え、友、ー、の娘」説もあるな でまた、頼朝といとこじゃないかの結構有力な説なんですよ、源氏なんですよ。ということは、どういうことかやったらね、僧侶にならざるをえない面もあったと思うんです。あの源氏の棟梁はあ、頼朝ですね、源。あれはね、伊豆に流されてね、監視付きなんですよ、流罪人だからえ、北条もね、伊藤も全部監視してるんです、あれは。で本当、居心地悪かったと思いますね、あれ。ずっと見られてるんです。 ところが、親、え、鸞、ー、頼朝の弟たちは皆、盆んです。感謝はつかんけど、盆んになってますね。禅成とか出ましたし、義経もね、あれ、盆んなんですよ。蔵山,山に預けられてあ、逃げ出してるだけなんですね。だから、僧侶にならずにはいなかった。だから、親鸞様のご兄弟もね、えー、僧侶になっていると言われますよね。 で非常に厳しい居場所がないんですよ、1173年は。ところが、シナ様、二十歳の時ね、世の中が源氏になるんですね、いい国作ろう、鎌倉幕府と覚えられたでしょ1192年、ちょうど二十歳なんですよ。で、そこからシナ様は70年間、鎌倉時代に生きられました。で、鎌倉時代はね、150年続くんですよ。 でえー、さ最後北条高時が新田義忠に鎌倉で攻め滅ぼされるまでほぼ150年その間ね鎌倉時代ね50回元号が変わってるんですよあの時代はね3年に一度変わってたんです何で変えたら天変地異とかね疫病が流行ったら即元号を変えるんですねだ今が鎌倉時代ならもう令和じゃないと思いますよきっと変えられたじゃないですか でね、その50回のうちね11回は疫病ですで天然痘なんです今で言うねでいっぱい亡くなったんですよドラマでもト朝,朝が、ね、天然痘になってましたけど高熱が出て亡くなるんですでね、えー、鎌倉市にね鎌倉時代の墓が発掘された最近で280体お骨が出てきたんですよその骨格とか歯型を調べたらね 3分の1が15歳以下55歳以上わずか5人だったそれで平均寿命を測ったらなんと24歳なんですよそういう時代に親鸞様は90年生きられたんですねしかも親鸞様は58歳の時ね有名な大飢饉があるんですよこれはもう本当すごい飢饉で7月7月に雪が降っただから米はできませんね 天下の3分の1が地に倒れて、ルイルイと亡くなった、そういう時代を生きられたのがシナ様なんですね。でね、皆さん、鎌倉時代ってね、ご存知かなの、電気がなかったんですよ。そうですご存知でしょう。だから、あのね、雷が鳴ったらね、何だと思ったでしょうかね。電気とは思いませんよ。ねえ、あの天の神が怒ってると思うんですよ、雷神が。怯えたんんですよ天が怒ってんだから でピカーッと光ったらもうこんなに怯えるんですねで。例えば平安時代ね、宮中にね、雷が落ちたんですよ。大騒ぎですよ。みんな怯えたんです。あの時の科学者は何て言うか言ったら、陰陽師って言うんですよ。陰陽師はあ科学者なんです、あの時代の。しかもねああの国国あ、国に直属だからね、今では国家公務員ですから、分 <laughs> かりますかあの、科学省のエリートですね。 安倍の声明とか、それに何でしたらねちゃんと答えるんです「あのえー、と菅原の道真の怨霊である」ってみんな思い当たるんですよいじめてるからで「どうしたらいいか言ったら天満宮を足しなさい」っていうそれがあの時代ですよねで台風だってね皆さんあの,あの頃ね地球が丸いと分かってないし気やすい概念もないしいらぎやヘストパスカルなんてないんですから。 どううしたか言ったたからら、ね、風神もう神もの怒りなんんですと吹い怯えよだからあの時代の仏教言ったらね独教ですひたすらあの災難を取るための独教をやってたんですあの時代はねだからあの例えば元が攻めてくるじゃないですかあの時代ねあの時、えー、武士は全部九州行って戦うがお盆さんは全国の寺院で独教したんですよ国を守りたまえって。 そういうい時代ボンさんの仕事は独協でね災いを避けるというのが当たり前だったんですでね疫病だってね皆さんあのウイルスなんて分かんないじゃないですかでどうしたかやったらなぜ疫病になるかやったらね疫病の神が来ると思ってたんですよ疫病の神あのね平安時代の絵巻物みたいな書いてありますよ疫病の神が怖い顔したがね屋根から覗いてるんですよ いやで「すよねうちへ混んでくれん!」がこれがね疫病だったんですよだから疫病の神と書いて何と読みますか疫病の神と書いて疫病神って今も言われるじゃないですかそこに残ってますよねそういう時代なんですあの時代はただ親善様だけが違うと言われたんです天神ちぎに脅迫するのは仏教じゃないと嘆かれたあの法然様それほど言っとられんけども親善様ははっきりと 否定しておられるんですこれすごいことですあの時代に。ねでねなんでか言ったら科学の立場からじゃないんですよ。仏法の立場から否定されたのが親鸞様ですね。で仏法ってそういうね災いを避ける教えではないとはっきり示されたのがこれは親鸞様なんですね。で例えば仏教を言ったらまあ根本はお釈迦様ですね。で、えー、皆さん思い起こしてください。 お釈迦様が出家された29歳どんな状態であったか地位はね次期国王王子ですよねだから財はねあの当時ねインドは最先進国です日本は地図にも載ってないんですから富は先進国に集まるから宝の山なんですよ家言,言うたらね29歳のお釈迦様はね豪邸どころか城を持っておられた 三次の城三つのののつ時期の城をね移動しておられたんです暑い時寒い時からかあああの雨季とかねこう移動しておられたんですねでけ家庭言うたらねお釈迦様ね29歳の時は美しい八代俵行き妃がいてラゴラー言うね跡取り息子がいる良きパパですねで、えー、健康言うたらねお釈迦様は2500年前に80まで生きられましたすごいことですよ2500年前。 ちなみに皆さん日本は2,500年前平均寿命は何歳だったと思われます縄文時代から弥生時代になる時ですよ。ねあの稲作が始まった頃あの頃ね日本の平均寿命は16歳ないんですよ。15. 点何歳です。だか二十歳まで生きれば、まあ、長寿だったんですね。だって獲物をかけたり木の実を拾ったりする時代ですから病院なんてないからいっぱい亡くなるのが当たり前だったんです。 でインドはねまだ平均寿命長かったと思うがね80ったらすごいことですねすごい強靭なお体であったいことですよねあのちなみに皆さん日本の平均寿命が50超えたのいつだと思われます日本の平均寿命が50歳超えたのは昭和22年まあある意味たったこの間ですよだからえー 大正時代、明治時代は平均寿命はもう50以下だった、40代だったんですね。今は伸びましたね。もううちの御門徒さん、大体90代が普通ですね。80で亡くなったらどうしたのって言われませんか。もう長寿になりましたね。うちね、40年前ね、うちの,あの広島の田舎の町でね、一人おじいさんがね、100を超えたんですよ、40年前。テレビのニュースで出たんですよ、ローカルに。 で県知事がね、表彰に来られてね、すごい話題になったんです、40年前は。で、その家はうちの御門徒じゃないけど、あと行ったらね、銀杯を見せてもらいました。ほんまもんですね、重いのが、ずんとくる。今、うちの御門徒さんもね、銀杯もらっていらっしゃる方らおられるけど、あれは違いますな、今のはねあの、銀メッキですわ、あれは。 変わるって感じですねだからそれがいっぱい増えたいことでしょうねだから平均時も100歳以上が多くいらっしゃるんでしょうねでまあ言ってもお釈迦様80ったらすごいですよねもう何とっても申し分がないでしょう皆さん29歳の時勝ち組ですよ超そのなぜ捨てられたかっていうことが仏法の根本なんですこうで日本でね一生かけてこれをゲットした人がいるんですよ豊臣秀吉 この間亡く,亡くなったけども亡くなったってあのドラマではね「あのどうする家康」で亡くなっちゃったけどねでもあれ家康が貸し付くんだからね,あのね関白太政大臣までなって財もね秀吉は金が大好きで、ね、大阪城に移動用の金の茶室を作ったとか伏見城の屋根も金だったり説があるな。でえーまたねあの 家庭も子供はいなかったけど最後秀頼ができてやっと跡取りができたところで亡くなったけどねで健康いたら63ですよ戦国時代の60代ってすごいですよ家康は70代まで生きたから天下取りましたけどね長寿っていうのはすごいあの時代ではねだからやっとゲットしたんですよ勝ち組になったんですでも秀吉は狂うじゃないですか最後何でかわかりますか全部失うもんなんですこれ。 あればあったで苦しむんですねで、おかしくなって秀次というお湯を乾白にしてましたが皆殺しにするね、邪魔して邪魔になるからおかしくなるんですで、最後は梅と落ち梅と消えにし我が身かな何よのことも夢のまた夢と虚しく終わっていくんですどういうころか言ったら秀吉が行き着いたとこから仏教のスタートになるんですねそういうものを当てにしないが仏法なんですどううころか言ったらたとえ地位がなくても 罪がなくても、一人であっても、病であっても大丈夫っていうのが、これがお釈迦様の示されたお悟りの世界、仏教なんです。でえー、はっきり言っときますがね、命が一番じゃないですよ。命が一番なら死んで終わりですよ。命より大切なものを聞くのが仏法なんです。それを示されたのが、日本では親鸞んナマンダブスなんですよね。そこをはっきり示してくださったんですね。なんでこういうい話するか言ったらねわしよくあの 築地本願寺に行くんですけども、質疑をとんときね、多かったね、コロナきは。他のご収支はコロナ退散とかね、みんなの役に立つこと、みんなが喜ぶことをしていらっしゃるのに、なんでうど真史はしないんですかって質問ですね。コロナ退散とかやればいいじゃないですかいうま思、あ、いでしょうけれども、それはできません。なんでかわかりますか仏教だからですよ、これはで。他の宗教ならどんどんやられていいけども、仏教を語りながらね、 そういういい話題を避けるったら絶対おかしいんですねこれが仏法でしょでお釈迦様は、まあ、インドだけどあの私今までインドにね7回行ったんですよ何回行っても開けないですねあすごい世界やなと思ってであの去年のね3月かなあ10月だったかなあの写真家のね三井さんいう方と話したんですよ。この方はね 結構有名な方ですからあの、バイクでインドを20年間回って写真撮ってるんですね。うん、で面白い写真撮っておられるんです。それとまあちょっと築地本会で対談したんですが、ね、彼が言ってましたね、観光って、まあ、黒板ないから書きませんが、観光っていうのは光を見るってことでしょう。本当の観光は人間撮ってるんですよ。観光地撮ってないんです、彼は。その人の中ののの人中光光を映すのが本当の観光だい説で いいろんな方っっていらっしゃるからその方が言ってたけどインドって全く日本で意味のない人がいっぱい生きてるって言うんですね体を真っ白にしてねすっぱだかでずっとこう座ってる人とか右手をずっと上げてる人とか全く意味がないのにそれが許される豊かさがうらやましいって日本は有意義でなかったら排除されるでしょゆとりがないよねギスギスしてねでインドはそういう雰囲気があるんですよで あのまあ、私初めて行ったのは40年前その時はねあの誰もいなかったですよブッダガとか領主船とか行ってもねあの皆さんご存じはインドは仏教じゃないんですヒンズ教ですよでんで来るんだろうっていう感じでしたねでせっかくインド行きながら会うのが日本人ばかりでしたがっくり来ますよねインドまで行って知ったお寺さんに会ったりしてがっくり来たの覚えてますけどねで今今もの、まあ最近は6年前行ってまあ来年行くんですけどね もうね多いね今はアジアが豊かになったから特に中国の方が多い韓国ね台湾からタイこの4か国が多いあとスリランカとかミャンマーとかいらっしゃったけどねそれでね私6年前ちょっと殿堂院の教え子と行ったんですよ15人ぐらいでものすごい目立つんですねもう今日は来てないけど日本って黒でしょ衣がびっくりされますね 大体ブックは黄色でしょメインがタイとかスリなんか真っ黄色であと中国は茶色が多いんですよ韓国と台湾灰色があるけどね黒っていうのはイメージがねイスラム教かキリスト教なんですねだからものすごく珍しがられて異様な目で見られますねでね <laughs> 私たちは今日本が少数ですからね今どこの国のお盆さんもあ,のあれもってでしょあのこう写真撮るあの写真撮る 時々、ね、話しながら言葉が出んことがあるんです <laughs> あのスマホスマホスマホで撮るんですよ私は珍しいんでしょうねだから皆さんね写真撮られたら意識しませんかなんか妙な雰囲気でしたなみんな微笑んだりして気持ち悪い雰囲気になったの覚えてますがねただね思ったのが言葉は通じんけどねほっとしますね同胞よか仏教でお互いに手を合わして合唱しちゃうとかね笑顔になれ,なれるね あのれで道でよその盆栽の集団と一緒になったので不思議なんですねあれお互いに譲り合うね仏教ってのはでホテルにタイの盆んの集団と一緒だったんだけどエレベーター来たらお互いにこういうなるんですねで向こうが先に乗ったらオープンをしてくれたりしてま全く言葉は通じんけどもいいなと思うね同じ聖地でもエルサレムって非常に危険ですよね あのこの度いろいろありましたがやっぱりあそこはイスラム教とキリスト教とユダヤ教の聖地ですから非常に危険で仏教っていうのは本当に平和だなと思うんです。でお釈迦様は12月8日に悟られた菩提樹の木がありますあの。そこがもう聖地の中心です。そこが全てですねお釈迦様の昇格がその悟りを45年間解かれたんですよお釈迦様。だから一番大切なそれ今、ね、昔はね そのそばに座ってね、記念写真撮ってたんですよ。今は近づけません。いっぱいの人で。これで。昔はね、菩提樹の木の葉っぱを拾って帰ってきたんですよ。ところが。今は禁止ですね。ところが不思議なんですがね。周りのお土産物屋じゃ売ってるんですよね。<laughs> なんでやろうかなと思うんですけども。で、お釈迦様、昇格を得られたらね。その日ね、そのまま入滅しようと、なされたんです。 もう目的果たしたしからそういうの夢の話ですねボンテイユ神様がブラフマンが頭を下げて言うんですよどうかその悟りをね解いてくださいってそしたらお釈迦さんお断りになられますね史上は愛欲と怒りで走り回ってね悟りなんてさらさら聞く気はないったら一人でもいるやもしれませんってこれ「梵天環状ね説話で3回懇願されてそしてあとずっと法を解かれたんですけどもまあこれ説はいかにね 悟りを言葉にすするってのは大変ななことなんですね45年間ですよ。しかもお釈迦様ね、ホームレスですからね、全部捨てたんですから、ホームレスですよ。なのに、最高の笑顔でね、本当の身の幸せ語られたから伝わっていったんだと思うんです。あれがリッチな格好じゃ伝わらないですよね。<laughs> やっぱり、あのホームレスだから意味があると思うんですよね。で、えー、最初ね、説法に行かれたのは <laughs>、バナラシっていうところなんですよ。 あのまあバスで11時間ぐらいですけども、まあ、ベナレスと昔行ってましたがそこにあのサールナートっていうね六夜王にいう書店ポーリンの地があるんですよ、まあ、そこはよく行くんですけどもこのベナレスっていうのは面白い町でねあの私何回も行きましたがあそこはねインド中の年寄りがね死にに来ていらっしゃるんですよあの死を迎える人の家ってあるんですで集団で生活してねアパート借りたりしてで死を待ってるんですよ 不思議ですね。みんな笑顔ですね。で亡くなったらね、ちゃんと焼いてくださるんで、薪がいっぱい積まれてあります。で、私は何回もそこへ行って通訳するで聞きましたがね、あのここへ来てもずっと長生きしたらどうするんですかって聞いたらね、また家に帰る人もいらっしゃるそうですね。家もちょっと困ってかまからんね。ただいまい言われてもね、これでね、何歳ぐらいから来るんですかって、だいたい60代後半。 向こうは平均ジムが65ぐららいですからね私がインドならもう行かないかんのんですよもう。そういうとこですね。あので亡くなったらね、ちゃんと焼いてくださる。これがね、お金持ちはね、白段の木で焼いてくださるそうですよ。ええー、ね、匂いが。白段なんですよ。で、貧乏な方もね、それなりの木で焼いてくださるから大丈夫なんですね。で、私ね、あのよく見るんですよ。だから、近くで見たことはない。 あの三井さんのすぐそばで撮っておられたけど私は近づけんけども朝ボートでねこう岸で焼いてますよ煙がバーっと出て焼いてるわーって感じですねでそのそばじゃねクリーニング店が洗濯してますねあの石に <laughs> 布をつけて踏むんですよでそのそばじゃ黙浴してるしねあそこ黙浴有名ですからそれで犬もおる牛もおる子供もも走ってるってねこれがねインドの光景なんですよすべてがあるっていうかな やっぱりここから仏教生まれたなと思うんです。とは一方は日本はね死という光景が蓋をされました今皆さん霊の霊柩車は見ないでしょあの屋根型のあれは縁起でもないやめてくれっていう蓋をされていうでコロナになって余計蓋をされました死というものがねあの大体ね仏教国っていうのは死の光景があったんですよ私っちちっゃい時はねなんと 家で葬式やったらね仮葬場まで行列で行ってたんですよずっとあの思い出として今はなくなりましたが並んでいくんですよこれがねあのアジアのね仏教圏の光景なんですよ今台湾には残ってますねイカは台湾にいた時ねブラスバンドがどんちゃかどんちゃかなって何のお祭りかもったら葬式でした向こうはにやかに送っていくんだそうですねその仮葬場まででね韓国とね 中国はねまた違うんですよあの泣き女がいるんですよご存知戦闘を行くんですプロの泣き女がこれが上手なんですよおえしながら行くんです大声でところが今ねあのこの泣き女の方々も失業しつつあるみんな呼ばなくなったそうですねだからあれがね本来アジアはねその死という光景があったが今はもうねなくなりましただからどういうことかやったら自分が死ぬっていうのがね 分かなななくなってるるんですよ死がに皆さん死が分かんなかったらどうなるか分かりますか生が分かんなくないんですよ生かされてることももう分からなくなって生きてる意味さえ失いつつあるんです今これがコロナだったなと思うんですよだからあのコロナになってね私、まあ、この3年間4年間かな全部ね葬式は家族葬になりましたねで最後がね。 辛い話聞きますよずっと一人で亡くなるまで、うん、会えなかったって寂しかったろうもうお母さんお前ってずっと一人なんですよで行っても10分で出てくださいとかね本当にあれは残酷だったなと思うけどあの昔はね ICU ってあったでしょあそこでお別れしてましたようちのね前の前の前の総大将さんがね、うん、あの,あの亡くなれた近くの病院の ICU で。 でそれが、ね、奥さんから電話あってねあの「すぐ来てくださいお父さんがもう最後です」ってお父さん元気な時からね「いよいよなったら寺へ電話してくれと」と「住職いたらすぐ来てもらってくれ」んで、私飛んでいきましたよでやっぱり運転しながらね,あのね「さて何を語ろうか」ってまずね「お礼を言いたかったんですよ」直前に「ありがとうございました」って用してくださった寺にもう一つはね「お浄土」の話し,したかったんです。 また会いましょう。ネットの生で言いたかったんですよ。で間に合ったんです I. C. U.。ね、あの、今ね、私らの世代困ってるんです。横文字が増えたから。I. C. U. とか P. C. R. とかね。あの去年のね、発問であるおばあさんが。オロナインの話をして、オロナインがどうのこうのって、何でやめたらオミクロンでしたね。まあ、あ,あいうこと多いですよね。あの、うちのね、ご元のお父さんがね。<laughs> 弟が帰宅で、ですよ。で受付で、ICU って出ないでしょ。で、どうしたか言ったら、UCC はどこですか言ったらね、そこですって、玄関の販売機をさ示されたりって、ああいうこと聞きますけどね、あの頃 ICU があったで、もうお子さんもお孫さんもみんな集まってね、最後の、の大切な時ですよで、私が一番いいところへ呼ばれてね、もうろうとしておられて、さあ、いよいよ語りかけよう思ったらね、反対側に若い看護師さんがいらっしゃった。 女性の、その方がね頑張ってください頑張ってくださいって一生懸命なんですよ皆さんこっちで頑張ってくださいねこっちでありがとうございましたって言いにくいですよね言おう思ったら頑張ってくださいってなるんですよで結局イエスにねピーッとなったんですよ言えなかったんですそしたらその看護師さんがねはい終わりましたいかがですねで速やかに痛体を出してくださいって向こう行かれるんですよ生きるのは1秒でも頑張るけど亡くなったらパッと手のひらをかわすってありませんか これはおかかしいと思うんですだから入院は表玄関から入院しますが亡くなったら隠すように裏口から出す。本当は表玄関からみんなが手を合わせて見送るべきじゃないですか。どうもこれがね、今の時代って言ったらおかしくなって生きることばっかりです。だから今ご存知ですか、あのね、え <coughs> 今年間150万亡くなっていらっしゃいます。そのうち30のうち1つのね、お骨をね、 受け取る人がいないなんですよあのうちにはお物像ないしいりませんいう感じでどうするか言ったら皆さんお骨は捨てたらね犯罪ですよこれはどうするか言ったら新幹線に忘れるんですよあえてだから JR はいっぱいお骨があるんです忘れ物でそうやって、えー、30に1つだから56万のお骨がね捨てられてるある意味ではねそういう時代が来ましたねで山口のね あのお寺いたら、ね、境内がみんな墓なんですよそこのご住職がこの間行っとられたらねあの分家された新しく家を起こされたおじいさんが亡くなられたんですよでそのお家がね新しい墓を買われてでそこへ納骨ですよ最初のね真新しい墓ですよでそこでお参りしていよいよお骨を開けたらね皆さんもうお骨が入っとったそうです知らない人のお骨が。 今、よその墓へお骨を入れて逃げる,のがあるんですよ。だから夜中にね、置いて逃げたんだろうって困っちゃって、どうしたか言ったら警察を呼んだり。ああいった時は警察なんだそうですね。で持って帰ってもらったで。調べたらね、今東京で多いんですよ。東京でお骨をね、持って、墓園をぐるぐる回ってね、これは立派な墓じゃいたら入れて逃げるんですよ。そういう時代が来てます。だから今東京では鍵かける墓もあるんですよ。もう今の時代だったら、 ね、自らのお家のお墓のお骨の数を把握しとかんとなんか増えたような気がするとかねそういう時代ですよだから死に対してね全く変わってしまったんですねだけどこれがね大きな私は問題だと思うんです我が身は死ぬんですよ必ずそこが故に今が本当にありがたい尊い時であるっていうことですそして生きるっていうのはね勝ち組になることじゃないですからね みんんな勝ち組狙ってるんですよだから日本は非常に生きづらいあのしんどくなりましたいじめがあったりね追いやられたりするわけでしょでほとんどが負け組になるわけですねこれだったらあのうちの御門徒の娘さんがね、えー、ブラジル行かれてねブラジルの方と結婚してで日本料理店を出してね結構うまくいったんですよところがブラジルっての皆さんご存知ですか犯罪多いの,あの本当にね、は 刑務所がいっぱいなんで母の日とクリスマスは出すんだって多いからもっと犯罪が増えるそうですよで、えー、時々ねその彼女はねあの銃を持った人に襲われるんです金を出せってであのもう出してしまったとかいうのフェイスブックでつながってたからそういうこと書いたらこっちは心配でねお母さんも心配されて「早く日本に帰ってこい」って言うじゃないですかもう危ないからで彼女は何て言ったか言ったら「日本の方が危険だ」って言いましたもんね 日本は自ら命を絶つ人が、まあ、公には3万だけどその倍以上いるだろうと行方不明がいるからでもそのドンパチやってもね何千人もう死なないって本当にそういう意味では怖くないまだまだ日本の方が危ないっていうのを言ってますだから日本ではそういうね打ち合いはないけどもじわーっと締め付けて鬱つにしてなってしまう自ら命を絶つ人があんまりにも多いっていうのはそこだと思いますよ。 そういうふうにもう閉塞感がいっぱいです今こそねやっぱり本当の身の幸せは何回事ですね例えば父がなくっても大丈夫っていうそんな広い成果をいただかないとねやっていけませんよこれから今はものすごく大切なんですでね私ねもう一つ話して終わりますかいいですかこれ45分までやからもう終わらんというからねあのねあの私ね若い時ねあのこう見てもねまああの あのマスコミの仕事をしてたんですよちょっとディスクジョッキみたいなのやってましたねでね深夜放送やってたんですよで、えっと、深夜ね一人アパートへ帰るのが嫌でねあの西宮って阪急西宮あの近くのアパートだったんですよで <laughs> 夜ねあの2時頃帰ることもあるんですよただねたった一人で帰るの寂しいじゃないですかでね帰る途中ね ひらがなでユキユーってて書いてある喫茶店,があった喫茶店はあの、えー、スナックスナックわかりますかスナックって飲むとこですよで「きってひらがなででね <laughs> 入りたいけど最初お店ってきいるじゃないですかまあやめとこうってこう何度も通り過ぎて4時まで空いてる店だったんですよどんな遅く歩いても電気ついてるんですよだけどもう3月にね広島帰って住職になるんで1月にね 勇気持っって入ったんですよその店ただね驚いたことがあった40代のカウンター一つのねちっちゃな店でね40代の和服を着たママさんでしたねでまあおろおろしながら入ったらね驚いたことがあってねこのカウンターの横の壁にね「宝語カレンダー」がかけてあったんですよ「あの本願寺の出る長細い」びっくりしてねこれどこでもらいましたって聞いたんですよ。たなんとか言うお寺で 聞いたらねよくお寺へ聴聞するママさんだったんでびっくりしましてねほんと嬉しかったねでまあそこは何回も行ってない34回しか行ってないんですけどもあの勇気を持ってお金もいるしねで他のお客さんいるときはわいわいバカ話してましたがねいないときは私の前座ってねご褒美話してるんですよこの間ねこういう話聞いたとか玄座さんがどうのこうのとかいう話をね変なもんですねスナックでそれ飲みながら聞いたんですよでもう私広島へ帰りますって言った時そのママさんが「 自分が聞いたんじゃないけど向こうから話された話があるんですよ。それがねそのママさんね私は一回死の思うたことがあるって。で30ぐらいの時ねもう今40何歩だったけど30ぐらいの時ね大阪の難波のお店で勤めてたいろんなお姉ちゃんがいてねそこのボーイさんとね同棲してたそうですよ。で、えー、いずれは幸せになろうねって二人で貯金してねアパートに住みながら。 なんかね500万まで貯めたってだから今から思えばもう50年ぐらい前に500万貯めたってすごいことじゃないですか。で夢が実現した時ねなんと相手の、ね、男がね貯金中術帳と印鑑を持って逃げたんだそうです。しかもね同じ店の女の女と逃げたんですよもうショックでしょうまあ騙されたようなもんじゃないですか。もう愕然としてねそれで まあもう仕事行くしみませんよもう夢崩れたからで部屋にこもってウイスキーあおってね叫んで泣いてわめいて一週間そうと喚き続けたけど一週間になってね死のうと思ったいいことなんて一つもよくなかったで死のうと思ったらねあの急に自分の家に帰りたくるようになった岐阜の方らしいんですよ家はでどうも詳しくはやれんかったけど、ね、もう高校生ぐらいの時ね家出しとってるらしいんですよ それっきり帰ってないんで最後はね親の顔を見ようもって帰ったんだそうですよ。で近くの最寄りの駅に降りて喫茶店入ってね夕方まで待ってタクシーで乗りつけたら全く同じ家だったいんですよ。懐かしかったいっ。ほいで玄関入ったらね見知らぬ女性が出てきたいんですよ。ピンときたお兄さんのお嫁さんだなって自分ぐらいの年やから。 怪な顔されたそうですきっと派手な格好で帰られたんじゃないかなと思うんですけどねあの。で、名乗ったそうです。ここの娘でこういうもんですって言ったら、パッと顔色が変わってね、だらっと奥に引っ込んで、奥からぼそぼそいう、ね、低い男の声が聞こえてきた。なんと、兄さんの声ですよ。懐かしいって、兄さん出てくる思って待ったらね、ぼそぼそい話がピタッとやんでね、シーンとなって、誰も出てこないんですよ。困ったそうです。そししたたら庭でで音がしたんで 玄関から出てみたらお父さんとお母さんが果て毛仕事から帰ってきたとこだったんですよ。まあお父さんも真っ黒い顔でシワだらけでお母さんも真っ白がんなっててまあびっくりしてたおそらく十何年ぶりに家出した娘が立ってるんだからねそしたら次の瞬間ねお父さんがプイと横を向いて苗の方に入ったお母さんが困ったような顔してね勝手口から台所を上げてくれてね。で お茶が一杯出されたそうです普通はねほりはほり聞くでしょ一切聞かれんかったどうやられたかったらね妻がすぐ立しちゃってくれってことだって今は兄さんのお嫁さんが中心の家庭でもう秩父というかここを見てほしくないというかねあのも,う <laughs> もうちょっとしたら子供が学校から帰ってくるんだとそういうおばさんがいるいうことは一言も言ってないから妻がすぐ立しちゃってくれって言われた。 もううがっくりきたそうですよ死のう思うてるのに立ち去ってくれじゃないですかもうええ思うてね笑えてきたいんですよじゃあすぐ立ち去る場合ってふらっと立ち上がったら台所の向こうの向こうの部屋がおぶつまでねおばあちゃんの写真が目に入ったんでおばあちゃんに挨拶して出てってったいいよ言われたんでおぶつに座ったそうですでおばあちゃんは、えー、自分が家出する前に亡くなったおばあちゃんでね 本当に可愛がってくれたんだそ,うですよそれで皆さん何何もう十何年ぶりに仏壇の前に座ったらね、京軸の絵に何がありますか、晴天ですよ。それを何気なく開いたら最初何が出ますか、正真家ですね。それがね、読めるんだって、目で追って。何で書いたらね、思い出したんですよ。おばあちゃんといつも正真家前だったんですよ、仏壇に。で にったらおく,がいくれてたんですね <laughs> だからいつも前とから読めますはずどん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 そのうちね封印してた記憶がねこみ上がってきたそうですよいろんな思い出が出たいつもおばあちゃんがね「何万だブ何万だブ」って生きておられたことそして「もったいないおかげじゃい」あのふ雰囲気がずっとこみ上がってきてその中でね、えー、ものすごい思い出がボーンと出てきたんがね 小学校6年の時近くのお寺の日曜学校を修了する時ね、ご弓さんの言われた言葉ですよ、あなた方はこれからいろんな人生を歩むと思います、言て、この人生、決して思い通りにいきませんって言われたそうですよ、病で泣くかも分かんない、貧しさで泣くかも分かんない、時には死のう思うことがあるかも分かんないけどって、この阿弥陀様はしっかりとね、あなたを包んでいらっしゃるんですよという言葉ですね。 その時は、ね、何も思わんかったけどまさに人生真っただ中、ね、地位は失い仕事を失い一文無しになって伊藤うしの裏切られて参ってる時ね感動として阿弥陀さんがおってくださった絵がもう込み上がってきたんですでワンワン泣きながらねもうあのごあさんになったらワン,ワンワン泣きながら大声で最後まで参ってねこれでもう一回やり直したい話でした。 だからその時はねあのつくづく思ったのは何回言ったらねたとえ愛おしい人に裏切られても全財産を失っても親に詰め倒されても仕事を失っても大丈夫それで揺るぐ命じゃないことを知らされたそれからもう家帰ってないってでも今やっぱり正月でも盆でもお寺へ参ってね阿弥陀様に会わさせていただくがよりどころですって言われたんです。 そその時ねもう40過ぎておられたから今の年になってみたらあの時出てってくれたお母さんの方がもっとつらかったと思うって本当はにーくり返るぐらい聞きたいのを鉛を飲む思いでね立ち去ってくれっていうのは本当に親服をしましたその時は涙ぐんでいらっしゃいましたけどもその話が非常に印象に残ってるんですきっとね私のために帰って住職になるからあえてね そのママさんは私にそのことを語ってくださったんだなと思うんですがねたとえ血がなくても罪がなくても大丈夫なんです何でか言ったら念仏があるんですよこれが宝ですよちょっと最後に口でお念仏申していただけませんか声に出して何万ダブ何万ダブ何万ダブもう一回何万ダブ何万ダブこれほど幸せなことないんですよこれを示してくださったのは心断さまいことをね 本校をしみじみかみしめさせていただきたいと思います。これをもしまして私のお話を終わらさせていただきます。何万ダブ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 小一流のご歓迎の趣は新人のもって本当せられそうろう。 その故はもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙をすれば不可思議の眼力として僕の偏り往生な事情をせしめたもそのくらいを一年ぽっき入賞状死終ともを釈しその上の庄妙念仏った如来我が往生を定めたまいし 御恩法人の念仏と心をべきなりあなかしこあなかしこ何万ダブ何万ダブ何万だぶ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 ,んんだぶ,んんだぶ、ま、どうもありがとうございました。